さ、やっていきます。 GR 対 GR2 までクリア。その後のシナリオ、その後のシナリオ、シナリオ、その後のストーリー、次回 GR 対 GR2 の次の回でございます。なんて言えばいいのかな、言葉をうまいこと選べないけど、いろいろね、強化パーツが手に入ったので、それを、あれ、ジャイアントロボの一つなくなっている、メガブースターつけたのかな。そう、昨日ね、終わった後、昨日っつっていいのかな、前回終わった後、他のユニットたちをこう見ててね、ジャイアントロボの移動力7っておかしくない？ジャイアントロボとか、あと、ライディーンとかのさ、移動力7なのよ。で、マジンガーとか、まあ、上げて、元5だよね。アレックスが上げて7だよ。もうゲッター2が移動力な、早いと言われるゲッター2が移動力7で、百式とか、まあ、ジムキャノンとか、銀でロボが6で、もちろん V ガンダムとか5なんだよ。もちろんじゃないんだけどな。なんかよくわからん、この、移動力の、ねえ、こう見るとさ、ジャイアントロボめちゃめちゃ速くないか、移動力7って。ライディーンが速いのは100歩譲ってわかるよ。だってあのバード形態があるから。ジャイアントロボ速すぎないかってことで、メガブースターつけます。何が欲しいんかな、何をつけてあげるのがいいんだろう。ぶっちゃけ硬いから、ある程度硬いから、高性能標準機でも照準機でもつければ。あ、でもヒッチ持ってるしな。まあまあまあ、超合金ちょっとつけるか、せっかくだし。で、照準するやつは、当てるのが下手くそなやつ。銀霊さんはあれだっけ、ユニット能力、ユニット能力じゃない、パイロット能力が知りたいんだ。パイロット能力、必中とかなかったっけ。あ、集中かい。じゃあもう決まったようなもんだな。集中しかない人に持たせるしかないわ。あと他になんかつけるのないかな。ないね。一応強化していきます。ジャイアントロボのエネルギーを2つ、装甲1つ、2つ、 HP 上げ、こんなところで。運動性も、ああいらないわ。ほいで、ライディーンは使うかどうか微妙。銀霊ロボ使っていこう。ん？ん？柔らかいな、割と柔らかいな。武器改造、あんま強くなんねえな、いまいち。ジャイアントロボだな。パンチあげるのもいいよね。ロー型ミサイルランチャー、ロケットバズーカ、ロケットバズーカ射出、全力パンチ、全力パンチ、切り札のロケットバズーカ射出。いや、宇宙が、宇宙 B だ。これ使うぐらいやったらロケットバズーカか。3発も撃てるし、射程も1から8だし、こっちだね。あ、でもあんまりよくわかんない。悩ましいね。一斉砲撃あげとくか、とりあえず。スポンソン砲パンチ、いやー、育てがいがあるな、ジャイアントロボは。じゃあ行きます。長えよ、ここまでで5分かかっとる。ここ省いていいな、正直。ブライト艦長、偏見中佐から連絡が入っています。こちらへ回してくれ。
ブライド中佐、すっかりアーガマの艦長が板についたようだな。ようやくこの艦に慣れたところです。こちら、そちらの艦はホワイトベースのようですが、エウゴは戦艦が足りないんでね、中佐には悪いが回収して使わせてもらっている。いえ、別に構いません。ところで、そちらは今どこに？先ほど地球に降下し、極東支部へ向かっている。運よくジオンにもティターンズにも接触していない。それは良かった。ところで、カミーユとエマ注意はいるか？エマ注意のこと、なぜ？お前のことゼータガンダムを持ってきた。時間があるようなが、一足先にこちらの艦へ来て、調整を手伝ってくれないか？即戦力投手。それとエマ注意。カミユと一緒にガンダムマーク2でこちらへ来てくれないか？どうしてですか？それはだな、そのガンダムマーク2の支援戦闘機も、スーパーガンダム。偏見艦長がエマ注意に惚れているという設定。通信しただけ？まあまあまあ。G ディフェンサー。なんでこの G さん方は知ってるんだ？どうしたの、モーラ？あなたわからないの？何が？どういうことだ？アストラージ、お前さんも男なら偏見中佐の気持ちを察してやれ。これは一種のパワハラでは。セクハラでは。エマシーン注意、神指団、ただいま到着しました。元気そうで何よりだ。いや、そのそれはだな。いいよ、そのなんだろう、大根芝居というか茶番は。ウェイブライダー形態値に変形なフライングアーマーがない。お、リガズイじゃん。リガズイ手に入るのがいいね。リガズイってリフレインガンダムゼータって意味らしいからさ、ゼータとリガズイが一緒に手に入るってなんか変わってるよな。おかしいよな、本当の。ファーじゃないか。実は私、あれから英語に入ったの。なんだって。君がどうしてパイロットにならなくちゃいけないんだ。ティターンズに取り囲まれている環境は厳しいわ。私にはこうする他に生きていく術がなかったのよ。だからって君が戦う必要なんてない。ファニアパイロットなんて無理だよ。中性的。めっちゃ切れてますが、カミーユが。厳しい現実を直視して、お互いともなんだか。 G ディフェンサーでファが、どっちを選べばいいの？ファを出撃させるかさせないか悩むな。でもファには出てもらう。しかし君はまだ。輸送機も同然のパイロットがいない。まあね、危険かもしれないが、G ディフェンサー出た方が、輸送機に乗っているよりは、輸送機ってホワイトベースに乗っているよりは、あの、勝算が上だよね。勝算が上がる。勝算、生存率が上がる。うん。昨日、前回の動画とか、見返してみて、自分の滑舌の悪さが目につくな。耳につく。ほら。ただな、やっぱな、言うてなかなかその文章読むのは難しいぞ。極東支部の部隊は謎の敵との戦いが壊滅したと聞いております。あれはエウーゴの部隊だと思われます。もっと滑舌よくハキハキとやっていこう。いつも思うんだけど、すぐなんかこう、疲れてきてダラッとしながらやると、すぐ滑舌が悪くなるね。滑舌が。この極東地区の連邦軍は全て反乱分子と見なされている。抵抗をするのなら叩き潰すまでだ。ブラン少佐、あの新型ガンダムを倒せば空を落ちてこないのでしょう。そうだ、同じことを何度も
妖怪人間かわいそうだ。持ちこたえてくれ。ケーラ、ほうほう、悪くない。持ちこたえてくれと言うが、しかし積極的に攻めていこう。もしかしてファを出撃させないようにしたら熟練度が溜まったのかな。そういうのがあったのかもしれんな。まあまあいいや、もう取り返しがつかん。お、いいね。努力幸運のを持ってる者同士のペアってのはいいね。一応調べておくか。熟練度上げるポイントみたいなの一応調べておこう。スパロバ、戦闘シーンになってから変えよう。変形、ゼータガンダムの性能、陸 A、 宇宙 A。 強いけどピーキーだ。消費 EN30 だから必要気力いるし。でもただ威力はすごいもんだな。1から8の射程で3000。ただどこにいればいいかというとちょっと厳しいな。ここにいたい。攻撃ビームが当たるか。 13% 当たると沈むんですよね。気合があるな。集中気合。血を当たんねえはずだ。オッケーオッケー。効かねえな。ビームガンの適性がもっと効いてもいいはずなんだが。な。この大型ジガンタイプではな。弱いバッサリ。こんなん使っとったら生存率が下がるわ。てけててててて。アーガーはめっちゃ硬いんじゃないか。あ、そうでもないわ。めっちゃ硬いんじゃないかなと思った。スパロバルファで検索。撃っていいものなのか。撃ってみるか。音がいいね。邪魔なんだよ。この曲めっちゃ好き。この曲めっちゃ好き。うかつな。うかつな。あ、熟練度アップポイント、ファを出撃させないって書いてある。ファを出撃シドロモードにファを出撃させないを選択すると絶対2を手に入れるチャンスを得るって書いてあるな。絶2が得られない。ファを出撃させるを選ぶメリットが何もないのだが。悲しすぎないこれ。泣きそうじゃ。もっと早めに見とればよかった。これをな。ほれ。邪魔なんだよ。おお、ほいほいほい。アッシマ欲しい。アッシマのこのでかいビーム砲があったら多分楽しいと思う。出てこなければ。でかい。なんだと。強いですね。これほらさ、ファを出撃させないように選ぶと、絶対を手に入れるチャンスって書いてあって。ひどい。で、トロワの撃墜をすると、熟練度が上がるそうだ。トロワの撃墜。で、さらに、
クリア時熟練度が7未満だとリガズイ、7以上だと1万円しか手に入らないって。でもさ、リガズイ手に入るとか言ってなかった？さっき。打てるだけ打っとくかな。打てるだけ打ってる。打ち尽くしてる。当たんないし、打ってるだけ打っときゃいいよな。これ、これ見た。これ見たことか。強い、強い神優。えらく神優が強い。てててててて。神優が強いのはいいよ。もう、もうゼータに武器がないんだもんな。一応、お、空に行ける。集中しつつ、ロングビームサーベルを打つ。ちょっと不安が残るな。 19% という数字に不安が残る。トロワを撃墜すると熟練度上がるらしいんだけど、トロワ逃げるの？そうでもないの？出てこなければやられなかったのに。で、こうやって見ながら。おお、かっこいい、かっこいいな。かっこいいな、おい。98% 外れたぞ。逃さないよ。トデン、テテレテレ。当たったぞ。まだ。いろいろと奇跡が起こっている。てて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 。65%。 集中。効かねえ、効かないねえ。89%。 まあ外したくないし集中を使おう。どんな感じか一発見てみるよ。ルートセンター熟練度条件、熟練度ボーナスというのを見て、今10何話だろうな。あれ、うわ、倒してくれ。命令があり次第出撃をするをするを選択すると熟練度がプラス1。違う、ファか。正面、違う、左ね。ちょっとシナリオフローチャート見てみるか。横で見ながらやっています。このトロワを落とせと。なるほど、トロワを落とせっていうか、トロワが落とされる可能性があるのか。あれは我々の味方だ。しかし、あのガンダムはデータにありません。どこの所属なのですか。さあ、俺も詳しいことは知らん。ただ、上層部からああいう機体が増援で来ると聞いているだけだ。正体不明のガンダムにより、短期で行動する。どう考えても怪しいが、敵であれば後ろから攻撃する前だ。戦闘記録001。記録者名、トロワとでも名乗っておこう。トロワってすげえ不女子人気が高いんだよな。というのを何かで見た。
やるしかないんだろう。やるしかないんだろう。死んでもらうよ。死んでもらうよ。なんか当たりすぎじゃない？シールド防御してるからいいものの。19% ってのはそんなに当たるのか。やられなかったのに。このゼータガンダムはちょっとあの腰回りとかしっかりしてて硬そう、でかそう。なんかあの変形プラモの変形するゼータガンダムとかってさ、結構ヒョロヒョロでなんか不安になるぐらいヒョロヒョロなんだ。いや、いいね。これぐらいがいいね。いいですね。どんどん行きましょう。どんどん行きたいんだが、やっていいのかな。拡散バズーカビームライフルとかの方が良くない？無制ランチャーでいいや。うんうん、ロングライフだね。半分ぐらい。まあ紙で倒せるものは全部倒しておこう。グレネードランチャーで倒せるってことなのか、ビームライフルをもう使うのも弾の関係上無理なのか。あ、強い。あ、強い。もうこれグレネードランチャーで倒せるっていうことでいいのかな。こんな弱そうな武器使ってでも倒せるということで、カミーユが強くなりすぎた。そういうこと。もらった。もらった。ビュイン。ビュイン。見える。見える。一見ボロボロに見えるが、一見ボロボロに見えるが、当たれ。思うけどさ、その手の甲とかにさ、ミサイル仕込んどいてさ、なんか手切られたりしたらさ、ビームサーベルとかでとか、なんか撃たれたりしてさ、手が撃たれたらグレネードランチャー誤爆、誤爆ってか誘爆しない？助けてー、死んじゃうよ。防御防御。新型のガンダムか。怖いなぁ。うかつな動きは死につ。うかつな動きは死につ。怖いなぁ。おお、よけた。よけた。当たると死ぬぞ。誰？流星伊達剣弾。こっちの敵は俺と R1 に任せてくれ。そう。ガンダムとは一度戦ってみたいと思ってたんだ。そう、ただのパーソナルトルーパーじゃねえんだ。そうかい、そうかい、そうかい。そんなことよりも、なんとか母艦に戻らないと大変なことになるな。ここから抜けられるか。ここを落とそう、なんとかして。撃たない方がいいね。この2体でここ、この辺り。ここでもいいね。ここでもいいね。ここでもいいね。そこにしよう。そこに穴を開けよう。ここに穴を開ける。とにかく当たらんな。
深く当たらんってことはないか。これでまあ1000ぐらい食らうっしょ。793、弱くないですかこのジェガンが。マップ砲、努力いらない、努力いらない。いるかな、せっかくなんで努力しとくか。努力、頼む、よし、悪くない悪くない。結構今高かったな。そしてアッシマ1機の値段が2500円ぐらいしたぞ。円っていう単位かどうかは知らないけど、ファーはまだ撃墜数ゼロ。こうしてみると、こうしてみると全然違うな。そのほらエマは19レベルで射撃162だけど、ファーは20レベルで147しかない。ほぼ20違う。反応性も全然違う。同じぐらいなのは回避のみ。命中もエマの方がいい。パワー宇宙も適応が悪い。あー、BBBBBB。A。ユニット能力見ても空 A だけど、あんまりほんと相性良くねえな。これならファーを乗せた方がいいのかな。ちょっとわからん。ちょっとわからん。精神。これをこの辺まで移動させておいて、ゼータに乗らせると。乗らせないと大変。あれ？ボタン押せないんだが。え、乗れない。乗れない。なんでこんな意地悪をする、意地悪をするんですか。市街地で HP 回復し、エネルギー回復しないし、ここまでクリアエネルギー回復するか 10% ぐらい、回復するね 10%。 そこまで行かなくちゃいけない。といいな。これは半ば無理でしょうな。どうすりゃいいんだ。どうすりゃいいんだこれ。ふう。正直逃げたいな。ああ、森の向こうに逃げよう、逃げようせよ。ここでゼータを失うわけにはいかない、いかない、失ってはいけない。まあ 96% ぐらいなら、じゃあ 26% ぐらいなら当たらんでしょう。ぬわぬわ、流星立て、動け、ひらめき、盾となってくれたまえよ、盾となってくれ。Gリボルバー、いやーダメだな。大気、状況はあんまり良くないね。防御かな。よし、偏見、偏見なんかで倒してもしょうがないから、主砲、大型ミサイル、小型ミサイル、そろそろきついね。全体的にきつくなってきてる。テレレレテレレレ、すごい偏見感情が当てまくってるな。
有能だ。すごいすごい、 50% ぐらいをほぼ4連続ぐらいだ手だった。やめてくれ。シールドすごいな。やっと遠い、遠くないか。8機マーベット出すべきかな。幸運あるしね。アレックス対策ここまで規定路線、幸運あるやつを出したい。嘘が弱いんだよな。試作1号機ライディーン出すべきか。ライディーン出すぐらいだったらブルーが出した方がいい気がするな。回復できるし、ブルーが出すか。よし、総員出撃急ごう。カミーユがさっさと離脱してくれるのが一番嬉しいんだが、乗れないからね。カミーユの移動、たわんな。ここに、ここに出してたら、あ、それでもたわんな。それでもたわない。まあ待っててください皆さん、このロボが、このロボが皆さんをお救いに行きます。ご覧の通り、このロボが、このロボがおかしいだろこいつ早すぎる動きが、おかしいだろこいつ。 V ガンダムより速いからな。気合は2つ分使っておく。何があってもいいように気合は常にかけておく。これで422、あと10必要なんだけど、コンバトラが戦うためにはこいつ使っていきたいんだよな。積極的に幸運2回使えるし、加速てうわー、ふむ、倒せるんだよな、うまくいけば、うまくいけば倒せるんだよな。 64% でしょ。集中努力はかけれんけど、集中で本当は努力かけたいけどな。まあ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 いいでしょ、幸運で。あ、逆か、こっちファーで幸運、ファーで集中と幸運かけて、エマで違うな、あ、エンだ、何俺はば、え、いやダメダメダメ、エマで努力かけて、ファーで集中かければよかったんだ。それ間違えたな。ファーで集中と幸運かければよかったんだ。うん、できてできてできてててて、スーパーガンダムってなんかね、まあ、スーパーガンダムに限らないんだけど、他の機体の、他に乗ってる一人の、もう一人のパイロットの方の、なんか技能値も上がるらしいから、二人乗ってるやつってめちゃくちゃ便利だし、技能値ってのはその、格闘とか射撃とかが伸びていく値だけどね、何歩か倒すごとに。積極的にスーパーガンダムを使って倒していくのが、強くなる秘訣みたいなところある。さてこいつはどうする。ティーリングナッコー、
悩ましいね、根性。まあ、大器だな。大器晩成だな。信頼。うん。まあいいでしょう。3体、1、2、3。当たんないね。防御。アッシマが移動後打てないから楽。手法打っとくか。当たる。よろしいですね。さすがに外れるかな。外れた。Gリボルバー、ガンダムファイ、シールド、ヘビーアームズな、ヘビーアームズな。アルドムラ対策くん、気合で全力パンチ。まだ使えないか。あと3機倒すことができれば。ふんふん。いやいや、幸運2回使えた方が便利だわ。あ、すごい、俺は選択を間違えたかと思ったけど、この方がいいね。これでここまで来て、神言っても50機ぐらい倒してるんじゃない。41か。神言、ここ補給ね。18レベルも上がってる。ほいでメタスで、あー、たわねー。銀レイロボ、こいつの HP が、あ、いい感じ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 じゃない、これ、これいい感じじゃないですか。いい感じですね。幸運。これいい感じだね。あっ、 78% だと。しょうがないか。集中しょうがないか。もうちょっとこの銀リロボの運動性を上げておくべきだった。資金5000って多いよな。あんま強くないな。お世辞にも強いとは言いたい、言い難い期待だな。ブランこんなところにブラン、うっそ。うっそをスーパーガンダムに乗せたらなんかいい感じかもしれんな。そうすればあの、うっそも使えるし、うっそー、 84% 幸運でしょうね。よしよしよし。
金稼ぎとしては十分。これで120。アッシマーとやってみるか。アッシマーより先にヘビーアームズを先に始末するか。必中レベル21、レベル24、もう努力使った方がいいな。さあヘビーアームズのその硬さというものを見せてもらおうか。ヘビーなアームズ、ガンダニウム合金のその硬さというものを見せてもらおう。ガンダニウム合金だったよな多分。違うか、え忘れた。ガンダム、ウィングガンダム勢の装甲に使われている金属の名前を忘れた。ガオー、見てしまう。ジャイアントロボの全力パンチは見てしまう。見せるだけのものをしている。この間延びした戦闘シーンをつい見てしまう。ドシーン、あれガンダムでっかくね、ガンダムでっかくね、ジャイアントロボの方が倍ぐらい大きいはずなんていうか、ガンダムの、あ顔でかいな、君顔でかいね。ジャイアントロボの顔をもっとでかくした方がいいまである。思わずにやけるな、このパンチのとろくささに。早いはずの演出なんだろうけど。3700とかでこのジャイアントロボのパンチをかわせると、でもかわせるっていうかしのぎ切れると、でもいやー経験値だけはいっぱい入った。てーてーてー、おやってみるか。戦艦同士の対決ちょっと見てみよう。よし、メガレーションを撃て。どんなもんだ。やる、まあ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 だな。まあまあ聞いてないけど、まあ聞いてない中でもまあ聞いてるっていう感じ。何をしている。ほう、弾幕を割れ。まあ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 こんなもんでしょうね。回復できるやつがこの近くに来てたらなよかったんだろうけど、ブラン多分一発で落とそうとも落とせるな。うまくいけば。いけないね。いや、いけるね。いけるいける。集中。ガトリングガン。いやー、今回もちょっとそんなに緊迫感のないゲームだったな。シャイアン基地に攻撃を仕掛けてきた男か。やはりエウゴにいたが、アムロレイいたが、貴様の伝説も今日で終わりにさせてもらう。因縁朝からの中。よろしい。よろしいですね。さてと。できることならこれで倒したい。227気力で。3711で。ちょっとかな、ちょっと足りんかな。アウドムが撤退したりしないよね。可能性はあるなと思っている。ひらめき、
ちょっと調べてみる。また外部リンクへの、なんとなくあったな。まあこんなもんかな。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。手法発射。うん、青野村はあんなことないな。そんなことはなかった。どこどこまで使ったらどこどこみたいなことはなかった。修理レベル上がるな。レベル上がる割には偵察集中ひらめきってのがちょっといただけないな。精神コマンドだ。ハイパーメガランチャー 60%。 ん、これもしかしてブランか。厄介な、厄介なのが、これで倒せはしない。倒せはしない。これでこう使えるといいんだけどな。こう、うん、うんが使えるけど、精神こう。まあ試してみます。87%、もっと近づけるな。92%。これで これ浸したらこの位置からジャイアントロボが間に合うな。加速、恐ろしいな。恐ろしい機動力だぞ、ジャイアントロボの機動力が。恐ろしい機動力だぞこれ。でてて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 てファーファーファー。でててててててパンチだロボ。面白いもん、この存在だけで面白いもん。ジャイアントロボ分が多めのスパロボアルファとなっております。存在そのものが面白い。空中に立つからな、空中で踏ん張るからな。このスケールでかいな、戦艦ってやつは。たっぷりお楽しみいただいたね、たっぷりね。じゃあこのパンチのためをね、ジャイアントロボのこのパンチのためをしっかりと、はあ、危な、倒すとこだよ。危うく倒してしまうところだよ。させてもらう、どうぞ。多少当たっても構わん。もう倒してしまうけどいいですかね、倒してしまうけどいいですかね。精神検査、幸運、幸運持ってるやつは誰がいる。千鶴だけか。仕方ないね、仕方ないね、仕方ないね。これはちち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 努力、幸運努力しかないけど、まあいけると思う、まあいけると思う。
あと一発あれば超電磁スピンが打てるんだけどな。超電磁スピンを打つか。超電磁スピンを打つことにするか。てててててて。てててててん。集中。倒せはせんと思うけどな。手加減ないし。まあ、アムロで倒してもいいか。アムロで倒してもいいですか、ドリンガンなら。クリティカルおそらく出る。ぴったし。努力も集中もない。ブライトで倒すのも悪くない。まあでもヒッチあるしな。まあでもどちらかというとエマ注意の方がいいのかな。パイロット2人分になるから。まあでもいや悩んでるな。ウッソあげよう。ウッソが弱すぎる。頼むぞウッソ、頼むぞウッソ。ここにありビームサーベルになるね。宇宙地上敵を敵空 B 陸 B のビームライフよりはただのビームサーベルの方がいい。これで倒せんとことだな。これで倒せないってことがあるとちょっと機体の乗り換えも視野に入れていかなければならなくなる。行ってしまえ。かっこいい。頼むぞ。バカな。おお、危ねえ。危ねえ。相当弱いな。V ガンダム。あ、アシマーガー。レベルが一気に20。努力かけてたらどうなってたことか。あ、幸運が。遅いわ。これで終わりだね。フィニッシュ。最後の三振を見よう。最後の脱三振を見よう。脱三振。うちの守護神コンバトラー V の脱三振ショーをご覧いただこう。最後の締めの。目に悪いな。非常に目に悪い。てててててる。非常に目に悪い。非常に目に悪い。携帯が0時19。いや強いね。実際この手のスーパーロボットで、ああでもまあ戦艦とかぶっ壊すとどんな感じなのかなって一瞬思ったけど、まあそういうのって別にガンダムのそういう描写ってあるな。でかいモビルスーツ、モビルアーマーってのはいるから。例えばノイエジールとかがあのサラミスとかを撃ち落とすのってまあこんな感じかもしれん。いえ、それにしてもティターンズがこれほど部隊を早くこれほど早く部隊を極東地区に送り込んでくるとは。滑舌が悪いんじゃ。滑舌が。人との戦いで極東支部の戦力が大幅に低下したことを見越しての作戦だろう。ですが南アタリア島が陥落していない状況で
あれ以上の戦力を現状でか現状であれ以上の戦力を極東へ送り込んでくることはないと思います。ほう、来たんです。それに白川博士の手引きで DC と SDF の SDF の協力を得ることができれば、彼らは極東地区へ手出しはしないでしょう。だが短期で現れるガンダムが襲ってくる可能性は依然として高いぞ。似せる気もない感じになっちゃった。そうだな、先ほどのティターンズ部隊の中にもそれらしき機体がいたようだし。謎のガンダム全てがティターンズやオズに敵対しているわけではないのか。100万遍ぐらい練習してから臨んだ方がいいかもしれん。なんか似せるっていう次元にすら至ってない。ところで偏見中佐、宇宙の方の情勢はどうかね。ネオジオンは確実に戦力を広げています。それに加え間もなくアクシズが地球圏に到達します。地球圏にアクシズが、現在ネオジオン軍とエウーゴ・リガミリティアで局地的な戦争が行われていますが、ジオンにはジュピトリアンやクロスボーン・ヴァンガードが協力しているため我々は不利です。いつクロスボーン・ヴァンガードが協力しているなどという話が。コスモ貴族主義を掲げるマイッツァ・ロナが率いる組織だ。モビルスーツのメーカーであるブッホ・エアロダイナミックスを母体としており、独自のどう言えばいいんだ、クワトロっぽくこの辺の呼ぶには独自の軍事力を持っている。噂ではジオンとジュピトリアンのパイプをつなげたのも彼らだという。やはり木星軍ジュピトリアン、彼らは何を目的と地球圏に干渉しているだろう。何を目的として、めっちゃ語るやん君ら、めっちゃ話するやん。では彼らはその隙に地球圏を制圧するつもりだというのか。ああもはやジュピトリアンはアースノイドでもスペースノイドでもない、第三者的な立場になる彼らが地球圏のことをどう認識しているか、クワトロ隊員には察しがつくと思うが、もう話が長いし、なんかようわからんことよるぞ。ジュピトリアンの勢力で、それらをすべて敵に回すのは不利なはずだ。だからジュピトリアン的には、なんかその、うまいこと戦わせて、うまい汁をというか、いいところに乗っていこうって感じだろうね。ジュピトリアンが地球圏のすべてを粛清する考えを持ち、その手段をも講じているとしたら、まさか。俺たちの敵はティターンズやネオジオンではなくジュピトリアンなのかもしれない。木星人敵に回されすぎ。木星人そんなに凶悪か。とりあえず新しい機体が出たらコウがご意見番として出てくるという風潮。隣にあるモビルスーツ、あれはリガズイ。ゼータガンダムの量産試作型です。あれリガズイ仲間になるの？あれ結局熟練ポイントが足りなかったってことか、もしかして。R1 っていうさ、なんか飲み物ない？ヨーグルトみたいなやつ。R1 みたいな名前のやつ。多分 R1 だったと思うんだが。ダサいよな、そういう意味ではな。ヨーグルト飲料じゃんみたいなことになっちゃうから。ヨーグルト系飲料。そのうち交流、イングラム少佐も。へえ、コンバトラーとかライディーン。じゃあまた後でな。スーパーロボットマニア。そうか、こうは別にスーパーロボットマニアではないぞ。モビルスーツマニアかもしれんか。百式かい。ロボット好きの勝利というと俺の中ではこうなんだけどな、裏木なんだけどな。その立ち位置を、裏木の立ち位置を奪われるとなると、この流星伊達への見る目が変わってしまう。艦を降りてくれということになってしまう。長くない？今回ここのパートがさあな。だが俺、他のガンダムは全て敵だった。今後あいつが俺たちの敵として現れる可能性は高いかもな。エマチュー移動したんです、こんなところで。え、
いえ別に。どうしたの？手に何を持ってるんですか？ヘマチュイが怪しい。美人だから隠れファンが多いってことだろ。エマ注意が美人という枠に入れられているが、それはおそらく正しい。髪型がちょっと変なだけで、その髪型も含めてエマ注意はな。注意、エマ注意って多分ガンダムの中、ガンダムシリーズの中でもそれなりにファンが多いと思うわ。第5位ぐらいにはつけるんじゃないか。すべてのガンダムシリーズの中のヒロインっていうか魅力的な女性キャラの中の第5位ぐらいには入りそうだ。やれやれ。SRX 計画のことを聞いてみるか。 SRX 計画の本当の目的？機動兵器を開発するという目的以外にも何かあるんじゃないのか。燃動力研究。燃動力者、燃動力サイキッカーってことか。ティーリングシステム。なんだって。じゃあ僕にもその念動力が。多分ね。ティーリングシステム付きの機体は念動力の資質がないと動かせないし、カークミハミルタサカ、舌がもう回らん。前にカーク・ハミル博士が言っていた僕のニュータイプに近い能力とは念動力のことだ。念動力のことだったのか。じゃあ SRX 計画は念動力者の育成を目的としているのか。さあな。でもそれが目的だったらわざわざパーソナルトルーパーなんて作らなくてもよそうだけどな。確かに。スプーン曲げは予知はできない。ただの高校生だったけど、半年前までただの高校生ってさ、半年前がただの高校生ってのは、言ってみりゃさ、8月ぐらいのさ、8月ぐらいのさ、あのルーキーだよな。野球で言うところの。8月ぐらいに投げてる先発ピッチャーみたいな感じよ。新人で。今で言えば、まあピッチャーだと今年はちょっと小粒だから言うけど、安田とかさ、清宮あたりが8月ぐらいに出てるっていう状況のやつだぞ。まだ野球選手と名乗るにはちょっとなって、ね、そんな時期のやつだ。半年前まで高校生の重みよ。そっか。ま、俺はロボットが好きだったし、他にもいろいろと事情があったから軍へ入ったんだ。今考えてみりゃ最初からイングラム教官に仕組まれたことだったのかもしれないな。僕と同じだ。彼も一般人だったのに、いつの間にか SRX 計画に参加することになった。となればあの事件を仕組んだのはイングラム少佐なのか。悪そうなやつだな。ちょっと待ってくれよ。ちょっと待ってくれ。確かリガズイが手に、あれ、おかしいな。おかしいですね。このね、これ見るとさ、クリア時熟練度が7未満だったらリガズイが手に入って、7以上だったら1万ゴールドしか手に入んないんだけど、これセーブすりゃわかるけど、22、17、18、ここでいくよ。見てくれよ。これ熟練度9だからね。クリア時の10。なんでリガーズ手に入ったんだろう。不思議。本当にリガーズ手に入ったのか見てみようっと。リガーズイ。あれ、ガンイージが手に入ってる。リガーズイ。手に入ってるのかな、本当に。手に入ってないよ。紙があれだ。降りただけだ。ビームキャノン。空 A、陸 B、ビームキャノン。で、こっちのビームライフル2100強。おお。あんまり上がり幅良くないね。
まあでも、まあ使えるよね。百式回、どんなもん。ほほう。メガバズカランチャービームガトリンガーにビームライフ、ちょっとでも使いにくいな。陸で使える武器がビームサーベル、グレードランチャーぐらいしかない。メガビームランチャーはいいけど、これが使えるってことは百式に紙を乗せといた方がすぐ気合で撃てるからいいような気もするけどね。うん、リガーズイと百式とゼータガンダムか。ついでにゼータガンダムの武器強いと思うな。強いね。4500万。ビームサーベルも良かった。あ、ビームサーベル強い。すぐ上がる。3000まで上がる。うん、50ずつの上がり幅じゃないから。いや、いいねいいね、ゼータガンダム。どんどん育てたいユニットが増えていく。いいことだ、いいことだ。スーパーガンダムのロングライフルは、あ、これも伸びがいい、伸び率がいい。3100まで上がる。スーパーガンダムの必殺並みの威力を持ってる、威力を持ってるゼータガンダムのロングビームサーベル。ちなみにハイパーバズーカーはここまでの改造で3600まで上がると。でもお金は全部ジャイアントロボに使いますみたいなことをしたいな。4950。まあいいか。じゃあまあここまでにします。ほな、ここまで長々付き合っていただいてありがとうございますとね。またちんたらちんたらやっちまってよ。ほなまた。